は、何だと思うのを、対応はしないでください。あくまでも、サイズ変更と、訴える、ランナーの方がいましたら、この、運動系の2人のところ、同様、ご明言いただきたいと思います。はい、大雑把には今、このような、させていただきました。あとは、ゲームチェックにつきましては、回収するための箱、こちらの方を、相手の箱に入れていただきたいと思いますので、スポーツチェックのことではなく、ゲームチェックを入れるための箱というのを、しておいてください。で、あとですね、8時半以降になりますと、今日は、本当は8号を持ってきたんだけども、体調が悪いから、やめますっていう選手の方もいます。で、そういう方については、ナンバーカードを持ってきて、アクセスシールとかを持ってくる必要がありますので、その時は、そのまま、スパイケースレクエストと T シャツをお渡しいただければと思います。ただ、その、走る前の事前の方にましては、飲み物を合わせてお渡しすることになりますので、こちらの飲み物については、もうしばらくしますと給水の方から取ってまいりますので、そちらの方を渡すようにしますので、多少の数だと思うので、それについては、適当なところに置かせていただきたいと思いますので、覚えとしてはリタイアの方、走る前のリタイアの方については、飲み物を覚えておいてください。あと体重とかが増えない方につきましては、リーダーまたは、ね、学校の生徒さんにつきましては、先生を伝えていただいて、夏休みやっていただきたいと思います。今日ちょっと寒くて風もあります。大変な作業になるかと思いますが、怪我なく、事故なく一日、対応していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。作業の支障がない範囲で、皆さんの作業するカードの場所の近くにご注意いただければと思います。ただし、気象に関しましては等は保証がありませんので、それにつきましてはご確認していただきたいと思います。よろしくお願いします。受付まだされていないボランティアの方いらっしゃいますか。こちらの方に、お集まりください。まだ足りてない。私はどこで作業するか聞いてないから、なので、この
あれ、あそこに書いてあったお姉さんですか。はい、エリボンです。茨城県人なんでしょっとは。あ、そうなんですね。わかんないんで。走られるんですか。え、これから走らない。あ、そうです。県外です。よろしくお願いします。おお。はい、ありがとうございます。はい、さん。お、頑張って。はい、どう、体調は。
ですか。宝製菓のクリームサンドビスケット、ありがとうございます。はい、どうぞ試着いかがですか。クリームサンドビスケットいかがですか。はい、いらっしゃいませ。はい、どうぞ試食していってください。クリームサンドビスケットです。どうぞ、いかがですか。はい、ありがとうございます。どうぞクリームサンドビスケット試食どうぞ、いかがですか。紫はもう一つだけなんですか。紫はこれのみですね。はい、いいや、めっちゃいいな。目立つやつ。 L はないんですか。あ、これはサーゼもオレンジも L、 L はなしですね。 L ない、なんだ。3L でもいけると思う。170だとご自身ですか。でもこの辺がやっぱこういい体されてるから、 L は多分ね結構パツパツになっちゃうかもしれないですね。 LL もないですけどね。 LL も1個開けて、それ結構目立ちますね。色結構、そうですね、紫が一番。